帰ってきたぞ。今日はなぜアングルが違うのかというと、なぜでしょう。ちょっとね、今朝さ、これが終わったらいつも通りの配信に戻りますって言ってたんですけど、今日はいつも通りの配信ではありません。いつも通りじゃないんだよ。今日はね、家に帰ったら髪大丈夫か、ごめんなさい、ちょっと直す。めっちゃね、さっき帰ってきたの、走って帰ってきた。さっきなんか歩いとったらさ、めっちゃボサボサになった。でね、今日はなんでこんなアングルが違うのかというと、今日はお泊まりに来てます。お泊まりに来とるんよ。その泊まりに来とる人誰だと思う？誰だと思う？これ買った。パルト、違う。どどこ、おちょの広島のお家よ。マリナ違う。さっき違う。ツンデレさん正解。来て。こっちに座って。こんにちは。ツンデレさんだよ。来ました、イエーイ。遊びに来た。何回も来たことあるけどね。うん、ツンデレさんが来てくれました。だよ。めっちゃノリで泊まることになった、うん、歩いてたらあったんだよね。落ちよー、痛い。ツンデレさんいらっしゃい、だって。こんにちは。なんでももちゃんがツンデレさんだったか知っとる？知らない。知らないの？おちゃんの配信を見てくれてないってことだ、悲しい。なんで、なんでツンデレなの私。なんでだっけ。後ろがいい。なんでだっけ、なんでだっけ、待って、なんでだっけ。あ、そう、ももちゃんが風邪をひいたって話をしようって。そう、うん、だいぶ良くなりました。その時にな、うん、一緒に怖い話を見たいって話しようってな、うん、で、あの帰り道でおちょがももちゃんに、今日うち来る？怖い話見ようよ、いい、ねえ見よう、いい、見よう、いい。ねえ、うちの前で、ね、似てるよね。その5分後ぐらいにさ、うん、てか一緒におったら映るよ。ツンデレかよ。ね、似てる、そんなこと言ったよ。いい、いい、てか映るよって言われたの。映るよって、うん、ツンデレかよ、かわいいなって言ったら、うん、ね。その話をしたらツンデレちゃんになりました。面白い。ツンデレかよ、ツンデレか、ツンデレじゃないよ。ツンデレだよ。お疲れ、ありがとう。そうだから、ツンデレちゃん、握手会の服のこと言っていい？いいよ。まだ内心しとく？いいよ別に。実は私たち全く違う、私たち、うん？全く系統が違う私たち、なんとなんと神戸だっけ？何？どこだっけ？神戸？いつの握手会？最近の。もう噛み合ってないの。いつも噛み合わないの。噛み合わないだし。え、最近の。最近のって何？あ、もうすぐの、あの、もうすぐの明日じゃないやつ、明日じゃない、明後日じゃないやつ。明後日のが幕張、神戸は多分次の次週で幕張か、うん、幕張で幕張やろってきた。幕張で全く系統が違う私たち、なんと服を交換します。うん、おちょがめっちゃフリフリのを着ることになるんだよ。かもしれないね。フリフリって何？常にフリフリ着てるみ
おちょが着てるけどね、おちょがめっちゃ女の子らしいフリフリしたやつを着て、うんうん、ももちゃんがおちょみたいななんかムード系っていうの、なんていうの、あストリート系みたいな、ストリート系みたいな、そう、これなんていうんだろう、どういう系の、なんかもうシュッとした、まあ、大人っぽい感じ、服着てみたい、でも服そういう系のに交換することにします、セクシー系それだ楽しみにしててね、ぜひぜひ来てね、黒の感じ、そうももちゃんを黒にします、うん、私は可愛い系になりますね、ちょっと髪といてってもいい、ええよ、じゃあ一旦抜けます、でこれ貸してこの櫛、うん、めっちゃ髪の毛ついとるけど、いいよ楽しみだね髪に髪がで痛い、服のサイズ一緒なのかな、え、それはないっしょ、おちょ細いのにめっちゃえ、でもね、結構おちょ S とかでしょ、え、何言ってんの、それはない、縦足りんのんじゃけど、そんな嘘、ほんとよ、あ、縦が足りんのか、横はちょうどいい感じ、でもうん、ちっちゃいんじゃない、何サイズ、 S サイズ、まあ、それは S やろな、 S、 S か M、 え、そうなの、 M、 でもね、肩幅広いからね、おちょ L でも着れるの、え、肩幅広くないよ、おちょ、狭いよ、広いよ、で後で測ってみて、肩幅、うん、何センチか、うん、交換します、でもねレッスン服貸し借りしてるから多分いけるよね、うん、くんかちゃんのダンスすげえよね、もうちょっとでおうち終わります、うん、後でももちゃんの配信かぶろうか、ももちゃんがかぶる、違う、うん、暑いよ、でも後でももちゃんの配信に出はしないんですけど声だけちょろっと出るので、後でももちゃんの配信に行ってね、何時からやるん、9時、9時かららしいです、ねえチークどこ、今日買ったやつにする、うん、今日これ買ったの、めっちゃ化粧品持ってるね、うん、だってマスカラとかなんかあるの、お嬢かみ来たー、うーうー、かわいい、ありがとう失笑したでしょさっき、あとね、ももちゃんにおちょのこのモレモレ台のところに座らせて配信をさせます、モレモレ台、モレモレ台、モレるよ、多分モレそう、なんか光的に、これ本当は勉強用の光、そうなんだ、聞いてないね話、うちおちょに食べられたい、食べるよ、もうちょっとで時間だね、皆さん今日も来てくれてありがとうね、みんな勉強してないからこれがショールーム用なと、みんなを会いにまた来てね、あとね、ももちゃんが9時から配信するのでぜひ来てね、バイバーイ。